皆さんもどうもようこそお参りくださいました。本日もさくらんぼの仏教部屋でございますけれども、またひるまも先生に来ていただきました。ありがとうございます。ひるまも先生、どうも今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そしてですね、あのチベット仏教第3弾ということでですね、今日のテーマはですね、あの平和についてのねお話を、ダライラマ芸家のその経緯であるとか、ね、そこを今日は聞かせていただこうと思っております。どうぞ先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そうです、僕はその、ね、ダライラマ芸家というか、その中国に侵略される前の段階からですね、ちょこっとお話を聞かせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ですね、まずダライラマ芸家、今14世っていう形、つまり14回目の生まれ変わりっていうことなんですけども、その、第二次世界大戦でね、いうのがありまして、今から75年前になりますけども、その一つ前のですね、まあその時にすでに芸家生まれ、ね、終戦が75年前ですけど、まあその前から戦争は当然始まっていたわけで、芸家の生まれ変わりの一つ前、13世の時にですね、まあ私が少なくても聞いてるのはこういうことだということなんですけども、13世、の時にですね、ドイツと組んでいたと。ドイツと組んでいた。ドイツと。ですね、ドイツと組んでいた。なので、当時の国民党、いわゆるナチスと言われる人たち。ナチス。はいはいはい、はい。ナチスドイツですよね。彼らの象徴、ハーケンクロイツというね、卍をこう斜めにこう傾けたようなね、そうですね、感じのものがありますけど、チベット仏教と組んでいたので、その卍をこうアレンジして、ちょっと斜めにしたっていう、ね。斜めにしたな、こっちから。はい。ということで、またあの形になったというふうに。いきさつを聞いてはいるんですけどね、間違っていたら後で誰か訂正してください。そしてですね、当然ですね、ダライラマ芸家、その時の年齢、というのはですね、まだまだ政治的な、高度な政治的な判断をできる年齢ではありませんので、当然、先代13世の方がですね、の、なんていうのかな、摂政というか、軍事顧問というか、いうような方が引き継いでいたわけですね。その、で、13世の時に組んでいて、で、亡くなりましたと。で、当然、その間、空位になってしまいますし、当然、政治的なこと、宗教的なこと、両方担当されてたわけですけども、どちらにしても空位になったら、その後をですね、中継ぎする方が当然いなければいけないわけなので、その中継ぎする方、まあ、摂政みたいな方がそれぞれいらっしゃって、その摂政する方がですね、ドイツと簡単に言うと、ずっと組んでいたというのを、まあ、継承して、ということになると。なるほど、なるほどね。で、ギリギリになって、ダメかもしれないという、ね。やばいかもしれない。うん、はい。この人たちはどうも危ないぞと、いうふうに思いになって、ギリギリになって提携を切ったわけですね。はあ、よかったですね。あ、よかったです。大変なことになっていたと思うんですね。そうですね。はい。で、まあそういうような形でもって、まあダライラマという方は、その後、よりですね、まあ、今まではその宗教的、政治的両方の代表というふうなことだったわけですけれども、その後ですね、文化大革命というものが起きて、チベットという国を追われるわけですよね。なるほどね。はい、で、その国を追われて、まあ、現在はですね、昔、先ほども申し上げましたけど、昔は政治と宗教と両方の代表者を兼任されていたんですけども、今はですね、亡命政権というのは、ダラムサラにあります、インドのダラムサラってね、言われる、通称言われてるところにありますけども、そこで、いわゆる選挙が行われて、その代表が首相を務めると。なるほど、いう形でもって政治家ではなくなったんですね。その意味では。当然、中国相手の、
に、まあ、いろいろな、メッセージを出すとか、あるいはその、はい、ダライラマゲイカ自体が生きる伝説みたいな方なので、うんうん、そのご自身のですね、体験だとか、そういうようなことも含めてですね、うん、まあ、宗教的なメッセージは発せられてはいますけれども、はいはい、またその、ゲルク派の館長、ザスって言われる方ですけど、ね、うん、はい、それはまた実は別にいるんです。あ、なるほど、なるほど。うん、はい、小さなという表現はちょっとよろしくないかもしれないですけど、一つの宗派にとらわれてるっていうよりは、現在は4つの宗派の代表者としての意味も非常に強くありますので、まあ、よりこう上の立場からいろいろな話をされてるという形になるんですけども、それでですね、よりまあ平和志向というか、いうものが13世からより14世になってより強くなったのかなと。なるほど、なるほど。というふうに思うんですね。うん、で、お釈迦様自体もですね、ご自身の出身の氏族である釈迦族というね、お釈迦様、ゴータマシッダールタっていうね、はい、方は、釈迦族の聖者ということで、釈迦牟尼と。はいはい、はい、いうお名前、通称釈迦牟尼仏っていうね表現をされたりしますけど、お釈迦様 の氏族は、まあ、自らのですね、まあ、傲慢さというか、そういったことをが理由でですね、滅んでいるんですね。そうです、瑠璃王したかね、そうですね、うん、でそれでそれにもっと滅んでしまって、まあ、よく仏の佐渡も顔も三度までなんていう風なお話がねあったりしますけども、それは、攻めてきた軍隊がいたわけですよね。で攻めてきた軍隊がいて、その、まあ、最終ラインのところにお釈迦様がこう瞑想して座ってたと。はい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 、で瞑想して座ってて、それを見て軍隊がお釈迦様を見て引き返してくれたと、うん、はい、でこれ2回あって3回目はお釈迦様がいなかったので、うん、引き返さずにそのまま打ち滅ぼしたと。でお釈迦様はその都度ですね、まあ、謝罪をするとか相手に対して謝罪をするとかいうさまざまなこうことを勧告するんですけど、進言するんですけど、うん、ことごとく釈迦族のトップはですね、うん、当時のトップは跳ねつけます。まあまあ、うん、うん、まあ、あの細かく言うとね長くなるんで言わないですけど、まあ、そういうことでもって、うん、ああもう言っても無駄だなっていうことで多分諦めたんでしょうね。なるほど。で何も言うその後、まあ、なのでまあ3回目は3度までって言いますけど、現実には2回でやってるんですね。2度なんですね。そうですね、はい。で恨みなき、恨みは恨みなき心を持ってのみ制することができるというね、趣旨のことをお釈迦様はおっしゃっておられます。はい、つまり、何かやられたからやり返すということでは、決してその恨みの連鎖からは逃れることはできないんだと、うんうん、いうふうに考えているわけですね。で、うん、これはもう仏教の基本的な考え方です。そうですね、何かされるということは残念ながら何らかの原因があるよねと、うんうんうん、原因があって結果があると、うん、結果のみがあるということはありえないっていうね、うん、演技の方というのがありますけど、うん、それを徹頭徹尾、まあ、実践されてたのがお釈迦様ですけれども、うん、同じようにダライラマゲイカもですね、うん、おそらく考えていらっしゃるのかなと。責められるには何らかの理由がある、うんうん、でそれは、どこまで、いやそんな遡ったって中国に喧嘩を仕掛けたことなんかないぞとかっていうね、あるかもしれないですけども、まあ、うん、それはそのいろんな要因がね重なるので、決してその一つだけを見て、その危険つい最近のことっていうのかな、いうことだけでもって見るっていうのは、うん、なんかその、所詮凡夫なのでね、なるほど、なかなか難しいんですけども、
まあ、結果的に、ダライラマ外科という方は、国は失ってしまったけれども、それを絶対の空に向けて瞑想の糧にしよう、そういう内容というのかな、趣旨のことをおっしゃってるんですね。つまり、まあ、必ずいろんなもの、かつて、チベットということは、突藩というね、国で、世界でも有数の国土、広さを持って、橋は東ローマまで確か行ったんじゃなかったかな。はあ、そう、そこまでね、大きな国土だった時代があるんです。つまりその時には中国、今の中国もう全部ではないにしろある程度支配していたというような時代があったりするわけですね。まあ、なのでその意味では、まあ、虐殺も多分歴史的にはいっぱいしてるよねっていう部分もあるし、それ何年ぐらい、かなり前ですね。全く存じ上げませんです、でそのまあそのなんていうのかな、さまざまな原因がありますから、それをもう、まあ、近視眼的にね見て、原因がないっていうふうに、それを追求して、それを責めたところでどうしようもないわけですよね。なるほど、なるほど、ね、なのでそれだったら亡くなって現実に亡くな、諸行無常で、現実に亡くなってしまって、ね、国が亡くなってしまっているので、それだったらそれを瞑想の、題材にして自分の心をより広げていくという方が大切だよねと。なるほど。いうふうに、まあ、なかなかですね、これは一般の、まあ、私も凡夫なので、なかなかそれは正直思えない。そうですね。現実には、じゃあやられたらやり返す、あるいはやられないような程度のものを自分を持っておくってことは必要かなと。なるほど、なるほど、ね。いうふうには考えますけどね。はい。ねえ。なのでね、その、芸家は、本当観音様の化身というふうに、あるいはお使いというのかな、人が考えられているわけですけど、はい、まさしくそれをですね、地でいく、本当に、他国の生まれである私も、ああ、本当に観音様の化身だよね、と思えるほど精力的な活動をされているな、というふうには思いますね。で、現実に、その、ガンジーさんのように、あの方も残念ながら、構想の中でもって、イギリス軍だったかな、の若い、ね、少年、の兵士でもに、銃殺されたましたよね、確かね。でもそれでも彼はあの暴力でもって対抗しようとはしなかったと、いうことで、それをまあ、真似るわけではないですけど、同じ理念を多分お持ちだと思うので、そうですよね。なので、あのそれによってまあ平和というのは大切なんだよと、非暴力というのは大切なんだよということをもし、まあ、解くことでもって、まあ、いわば周りを味方につけることで防衛力を上げるというのかな。なるほどね。その周りを味方にして、で、ああダライラマを敵にするとアメリカもくっついてくる、どこもくっついてくる、あっちもくっついてくる、こっちもくっついてくると、そうすると、ダライラマと喧嘩を売ると大変なことになるなと、だから喧嘩を売るのやめておこうと、亡命政府というね、あのちっちゃい政府しか持ってないけども実力は折につきだぞということでもって、武力がないけど力がある、そんな形でもって、まあ、こういろいろなことをされようとしてるのかなと。なるほどね。いうふうには思いますね。そうですね。その文化大革命のねお話がありましたですけれども、はい、あれというのはやっぱりその共産ね、まああの蒋介石ですか。そうですね。ね、率いるそのね国民党なのかな、それとねその毛沢東の率いるあれがこう。どんどん押し上げていって、台湾に蒋介石たちが逃げると、
そうですね、でチベット関係ねえじゃねえかと思うんですけど資源があったからついでに侵略されちゃったんですかね。一応ね、あの、うん、都市伝説に近いようなもので言うと、はい、どうもヒマラヤの方にウランだかプロトニウムがあるような噂があるらしくって、うんうん、これはそのちゃんとその鉱物学的な、あるいは地質学的なことを私調べてないので、うん、現実にそれがあり得るのかってのはちょっとわからないんですけど、うんうんうん、だからそう、そういうものが何か目的のもの何かがあるからチベットを取ったんだっていう、うんことを言う人がいるんですけど、でも、うん、あの年代で、うん、まあ、あってもおかしくないかと、ギリギリね。なるほどね。あの戦争の後なのね。なるほど。二次大戦の後なので、でも、うん、あそこで採掘するってのは非常に、うん、で、現実にあそこ今採掘してないしね。そうですよね、うん、そんなことがあるんだったら今頃特にやってるよねと思うんですけど、やってないということは都市伝説なのかなと。ただ、うん、欲しいものは何でも自分のものにしたいっていうのが中国のやり方なので、うんうん、なのでまあなんかとばっちりを食らったけど、まあそれでも結果的にですね、チベットの山奥にあったチベット人が継承してきた仏教が飛び出ることで世界の、うん、世界のね、ね、チベット仏教ということになったっていうね、その契機になったっていう、もう人生すべて採用が馬じゃないですけど、うんうん、それがきっかけというのもそれはそれとしてまあ事実なので、なるほどね、うん、クールな目で見るとね、事実なんですね。そうですね、まあ、後世になったら良いとは言わないですけど、まあ、それによって、うん、インドの仏教の、うん、正統的な流れの仏教と、うん、まあ、一番言える、まあ、そういう近いね、うん、そのものではないですけど、現実に、はいはい、インド人から学びました、あるいはインド人が来ました、うん、というね、そういう仏教が、まあ、隔絶されていたがためにより強くね、うん、その残ったっていう意味では良、うん、かったのかなと、うん、世界にとっては仏教をより多様性というか、うん、こう見ることができると、見れるようになったというのは良かったかなというふうには思いますけどね。まあ、逆縁ではあったわけですけどもね。そうですね、うん、この逆縁とか順縁とかね、あるいは前縁とか、まあ、良縁、うん、あるいは悪縁っていう表現がいろいろな縁にはねありますけども、うん、私はその仏教という考え方というとちょっと語弊があるんですけど、つまりね、あの浄山の方もいるし、大乗でも浄土門もあれば何とか門もあればって話になるので、そうですね、ただそういう意味では、密教的な見方なのかなとはちょっと思ったりはするんですけども、うん、そういった縁っていうのは全部仏縁になるんだろうなっていうふうに思ってるんですよ。ただそれをと捉えるのは自分自身ですよ。そうですね、うん、あくまでも逆縁が、うん、ですね、正確にはちょっとね文言をね厳密に覚えてるわけじゃないんですけど、ロンチェンパっていうね、はい、チベットのニンマ派のお坊さんがいて、うん、クンケンラマって言って、つまり、クンケン、変地のラマ、あまねく地を持たれているラマってことですね。うん、その、ロンチェンパっていう方がいらっしゃるんですけど、うん、チベットの三大文殊って言いまして、はい、チベット人に出た文殊の化身、三人の文殊の化身の一人と言われた方なんですよね、はい、ロンチェンパっていう方、この方がですね、その恐るべき悪縁にあって、恐るべき悪縁によって、まあ、まあ修行することができたとかね、そういった傷つけられる立ち物によって私は修行ができたと、うん、
そういうような、まあ、自分にいろいろな意味で、ね、苦しめられたことによって、仏教をすることができたんだから、これらのすべての、まあ、悪縁とか、そう傷つけられた者たちにすべてに感謝をしようと。そして、それによって、かえって傷つけた者たちは、仏に速やかになることができますようにという、そういう趣旨の言葉を、ね、おっしゃっているんですよ。なので仏教っていうのは多分そうやって捉えることによって、現実にね、まあ、とんでもないその、まあ、虐待死されてしまうような子どももいたりね、いろんなことがあったり大変なこともあるんですけども、でも それでさえも捉え方でもってを、こちらがそれでもってあそういうことはやってはいけないなとそういうない社会にしなくちゃいけないなと思うことによってそういった慈悲の心を起こすというのかな、いうようなことによって、その例えば虐待死されて、亡くなってしまった子供の功徳で、世の中がちょっとでも良くなるんだったらその子は無駄死にはならないわけですよね。なるほど、そうですね。やったら大変だったかもしれないけどでもまたちょっと考えてみるともしかしたら菩薩の化身かもしれないわけじゃないですか。ある意味ね、で菩薩の化身というふうに思うこととただかわいそうな子で怒りを募らせてあんなやつそんな虐待死をするような親は殺してしまい死刑にしてしまいっていうのは簡単ですけど、それをやってじゃあその子が生き返るのか、そういうあの悲惨な目に遭う子が世の中からいなくなるのかって言ったらいなくならないんですよ。そうですね、残念ながら、それはちゃんと教訓として生かさなければもう何も意味がなくなってしまうわけで、そういう意味でその決してそういった虐待死だとかあるいはさまざまな暴力とかいうものを肯定するものではないですけれども、現実にあるものをより良い方向に捉えていくと、よりそれを、まあ、なくなすというのかないう方向で、その糧にしていくという意味ではさっき話したね、お話につながってくるのかなと、恨みなき心によってのみ恨みを克服することができるっていうね、そういうところにもつながっていくのかなと。なるほど思ったりはするんですけどね。まあでも本当ね、中国の影響によりまして自治区と言われるところがね、そうですね、ウイグルとそれとチベットですよね。そうですね。でも実際そこでね、実際そこでいらっしゃるチベット人たちもいるわけなんですよね。はいはい。ね、これでまた大変な今なお思いをしていらっしゃると。はい。でよくね聞く話ですけども、まあ、お坊さんの中で弾圧されて昇進なんていうんですかね、これ、はいはいはい、なんという自死というのか自殺というのかそういう言葉を使っては失礼なかもしれないですけどもね、まあ、抗議をね、抗議をね、まあ、でも、抗議をされてますけどダライラマ芸家自体は、そういうことはしないでくださいとはおっしゃってますよね。そうですね、やはりその命をかけてっていうのはね、そういういろんなことをね活動して捕まってでも私はやるんだと、フリーチベットと叫ぶんだっていうこと自体はやめろとはおっしゃってないんですけど、昇進を ね自殺でもって体に火つけてっていうようなそういった行為はやめてくださいと。なるほど、ね、そういう形での抗議活動というのは決して良い形ではないのでやめてくださいというふうにはおっしゃってらっしゃいますよね。まあ、それしか方法がない現地の一部の、ね、方の気持ちもね、分からなくはないんですけども、だからといってそれを認めてしまうと、チベット自治区にいるお坊さんがいなくなってしまうので、そうですよね。それはね、やはりその別の方法で抗議をしていただきたいなと。思います。
なんともね、本当にこの何をすれば平和になれるんだろうとか思うんですけども、逆にそのね、今のこのウクライナ情勢を見てですよね、これは大変だと、もうこれ世界的にちょっとびっくりしたんじゃないかと思いますけど、そうですね。やられるんじゃないかと。今は日本にするってと、台湾にするってと、もう香港がああいう状況だから中国が攻めてくんじゃないかという戦々恐々たる思いの中でね、いるわけなので、でも今こそこの冷静になるべきだと思うんですけどもね。そうですね。やはり私は、ただのボンプなので、ある程度ですね、その理念、仏教としての理念は大切だと思うんですけど、ある程度のものは備えていなきゃいけないかなと。丸腰でもって何もしなければ攻めてくるよね。あるいはそういうことをする人たちだよねっていうことが分かっているんだったら、少なくても攻められないぐらいの防衛力はつけていた方がいいよねとは思います。そう思いますね。で、あんなに丈夫なね、ものを持ってるんだったら、攻めてもちょっと攻めきれないかな。そうですね。じゃちょっあやとめと攻めこうるにかしてな。もややこしいなぐらいのね、気持ちを起こさせるぐらいの防衛力は必要だと思いますよだね。と私も思います。そうすると、憲法の9条、第9条のことがよく話題になるんですけど、それについて。ただですね、憲法第9条を見てみると、先制攻撃はしちゃいけないと、いう内容は書いてあるんですけど、防衛のために戦っちゃいけないとは一言も書いてないんですね。そうですね。ということなので、何かが来たよ、丸腰でもって、お釈迦様がやったみたいに丸腰で攻められて、侵略されますではなくって、そのね、これは攻めても無理って思うようなものを持っていれば攻めてこないわけですから、思いそうとどでますよせるこね。とが、ね、できるわけですから、そのためにいろいろな、ね、ものを自軍としての、つまり名前の通り自衛隊ですから、自衛の、ね、ものですから、自衛のためのそういった何らかの装備を持っているとか、あるいは、安保とかね、いうようなことを利用してみるとか。このね、安保もすごくいろんな賛否両論あるので、ありなかまなかす。ね、なかなか難しいんですけど、でも、現実問題として、本気で、中国人の考え方って、誰かが言っていたんですけどね、その戦争関係の評論家とか、なんか軍事関係のね、なんか方が言ってたんですけど、最終的には、数があるから俺たちの勝ちっていう考え方みたいなんですよ。つまり、最悪、みんなで持って、船で持って、日本にいくらでも渡ってくれちゃうじゃないですか。そうですね。で、10だから13億200いるわけですよね。そうです確ね。か十ね。三倍ですね。そうすると、13億人いるっていうことは、13億人が1人1冊すると、12億人、11億人ぐらい残るわけですよ。極論言うと。そういうふうな発こういう想が形する。あると。だから、それで、そういう形で攻めてこられたら、まず勝てないよねっていう、そういう数の理論っていうのが、あるような国なんだってことを、どっかの軍事評論家が確か大昔に言ってたような気がするんですけど、今でもそうかちょっとわからないですけど、ただ、発想としては欲しいものは何でもね、自分のものにするっていう国ですから、何でもかんでも欲しかったら、実は中国の領土だったっていうね、ふうにいちゃもんをつけて。そうですね。フィリピン海のね、やつだってそうですしね。そうですよね、今ね。あれ実効支配してますからね。そういうことですね。でも、それだって、あれはもともと中国のものなんだって言っ言って、ちゃうんやでっすてるね。わけ、言っちゃう。で、欲しいから、俺も中国のものなんだ。そんなこと言ったら、それこそね、歴史家の先ほど、ちょっと話をしましたけども、トッパンっていうね、国が、かつてチベットでもって、チベット、
まあ、今でいうところのチベットという国が突破という国でもって、すんげえ大きい領土だったんだ。その時は、うん、あの中国はチベットだったんだって言い始めたら、キリがないわけですよ、そんなこと言い始めたら。ね、どこの時点まで遡るかですよね。じゃあ、パンゲア大陸で大体、昔は大体陸だったんだって言い始めちゃって、で、その時のところは、あの、最初に、あの、中国が一番の歴史で古いんだから、全世界は自分のものだって、なんか、よくわからないことを言い始めたら、何でもありになっちゃうんで、そうですよね。でそういうことを、わけのわかんないことを、まあ、言わせないためにも、うん、私は現実に生きている、うん、まあ、つまり出家の世界ではない属性に生きているものとしては、うん、武力は一定のものは必要だよという考え方です。はい、そうですね。あの参考になるのがですね、ヨハン・ガルトウングっていうね博士が、これあのあの平和の父って言われてるねノルウェーの先生なんですね。これ日本人のための平和論っていうのを書いてらっしゃる、これちょっとさっきざっと読んだんですけどね、はいはい、やっぱりその最低限度 の武力は必要であると。ただまあ中国に負けないようにと思って一生懸命それでもアメリカとも組んでってやり始めたら、もうお互いがねもうとんでもないことになっちゃうので、まあね冷戦の時みたいになるなっちゃいます。最低限度っていうのが大事だと、はい、ほとんどの国は最低限度の武力でやってるんだと、そこが大事だって言ってますしね、うん、先ほど、あの言っているようにいろんなつながりがあって、あそこを攻めるとちょっと厄介だぜぐらいのイメージを持たせるって、うん、つながりですよね、うん、ですから東南アジアの諸国とも連帯して海を守っていくだとか、うん、それが大事なんじゃないかと思いますけど ね。あと自衛隊はですね、うん、というのはその連動というか、その外国と違ってですね、自由に、ま、例えばその銃の練習、まあ、マシンガンとかそういった練習ができないということがあって、うん、非常に大切に使うんですね。で、うん、逆にそれがですね、あの幸いしてですね、うん、その命中率がアホみたいに高いんです。はあもったいないからもったいないからっていうことをめったに使わせてもらえないからっていうでもって懸命になってやるもんだから数少ない、ね、その実弾、ね、訓練 あの費用の中で、うん、やるから、だから海兵隊とかのその軍事合同練習すると、うん、自衛隊のやつらってなんであんなに正確にやるんだっていうんでびっくりされそうなんですよ。ね、そこがね変なとこでもって、まあ、構想してるとこもあったりするので、うん、だからその少ない武力でうまく生かすっていうことは多分、うん、あのできると思うんですよ。思いますね、うん、日本のね、やり方ならばね、うん、なのでそこをそのうまく、舵をね、取っていくっていうのは必要かなと、うん、ふうに思いますね。またアメリカと組んだらっていうふうにもね、まあ、確かにもう軍事同盟組んでますけどもね、安保やってますけども現実的にはね、はい、これあんまりにもコミットするとですね、アメリカも結構な国ですからね、4年に1回あっちゃこっちゃで戦争やってる国ですので、そうなんですね、それ逆にコミットしすぎると今度はテロの標的になるというのも、これ考え冷静に冷静にしなければいけない、対岸せないからですよね。そうなんですよ。そこがね、難しいところで、だいたい、その、IS って言われる国だとか、アルカイダにしてもそうですけど、何か、誰が悪いんだって言うと、欧米諸国って言うけど、基本的にアメリカがって言うんですよ。だいたい。アメリカなんですよ。一応ね、欧米諸国って表現するんですよ。でも話を、うん、中身をよくよく聞く、うん、アメリカだよね。アメリカなんですよ。アメリカが富を独占しているからっていうね。だから俺たちに回ってこないんだっていうような感じが見え見えなので、そうするとまあ何アメリカとそんなに仲いいの、じゃあちょっとやっとこうかみたいな感じになるとね、うん、日本はそういったテロとかね、そういったものには免疫がゼロですから、はっきり言って。逆に言うとね、外国でその人を殺してないという実績もあるわけなんですよね。そうなんですよね。うん、
だから信用もあるわけなんですよね、はいはい、これを度外視にしてアメリカと一緒になって世界に打って出るとなるってと、そのリスクも考えておかなければいけないということなんですね。そうなんですよね、うん、だから冷静に一度そこだと思うんですよね。やっぱり同盟を組んでいますってなると、じゃあアメリカ本土に攻めるのは大変だから、じゃあ同盟国である日本をとりあえず攻めておこうまずね、うんなるよねっていう、その日本っていう国をうまく、盾にしてすれば、うん、じゃあ欧米の列強の国をと渡り合えるかなっていう、うん、思われたら嫌なんですね。ですよね、うん、いろんなこと考えながらやっていかないとね、本当にそうなんですよね。これからは大変な時代ですよね、はい、うん、でもその中でも本当にダライラマ芸家のおっしゃるね、その平和の憎みというのはもう晴らすのではなくて、自分がね、忘れることしか方法はないよっていうのはもうどうしても肝に銘じておかなければならない言葉だと思いますね。やっぱり知恵とね、慈悲、あるいは知恵と方便っていうね、はい、両方が二面があるので、知恵としては恨みなき心を持ってっていうね、うん、それは元になきゃいけないんですけど、うん、方便というのは手段ですから、それをじゃあ実践するというためには、2500年前の実践の仕方と今2500年後の今の実践の仕方は当然変わってきて当然なので、うん、そうですよね、うん、なのでその方便の方法っていうのを、まあ、いかに現代に合わせて、でその仏教として成立するように、うん、工夫するかというのが、私たちの今のやらなければいけないことかなとは思うんですけど、まあその、逆に2500年前ではないし1200年前のチベットの国でもないので、うん、宗教と国と宗教が一緒になってっていうのは現実的には、どっかの IS というね、テロ組織、テロの国というか、が実効支配しているとこ以外には無理なので、無理ですね、うん、日本現代の日本においてはそれはできないので、うん、それをいわゆるお釈迦様がもう一つなるはずだった、宗教家でなければなるはずだった天輪女王、天輪女王ね、そう、徳をもって世を治めるというね、この方法 を模索していくのが良いのかなというふうに思いますね、うんうん、あの人はやっぱりあそこの国はやはり、異国でもって文化も違うし宗教も違うけどもやっぱ尊敬できるよ ね、 そうですね、あそこの国は、ね、うん、あそこの国とは戦いたくないよねって思えるような、そうですね、国にやっぱりしたいなというふうに思います、ね、徳のある国にね、はい、いやー、そう、ありがとうございました。いえいえ、まあ本当に難しいテーマではありましたですけどもね、はい、天輪女王を目指すそういう生き方をね、していくというのがやっぱり一番の平和への道ではないかなと思いながら、はい、本当に難しいテーマでございましたですけども、はい、本当にひるま先生ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。なかなか本当にこれは難しいテーマでいろんなコメントも来るやせんかと思うんでございますけれども本当にありがとうございました、はい、これからいろんなことを考えながらね、日本のため、はい、世界平和のために、はい、ダライラマ芸家をねちょっと勉強させていただきながら模索していきたいと思っております。どうもありがとうございました。今日はどうもひるまん先生でございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは今日はこの辺で失礼させていただきます。どうもありがとうございました。南無阿弥陀仏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 。